オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセプレゼンツアラカフェットへようこそ。Bonjour, c'est Daisuke. Comment allez-vous? こんにちは。アンサンブルアンフランセフランス語講師の大輔です。お元気ですか？4月といえば桜のシーズンですよね。フランスでも春は桜を見に日本に行きたいという人がたくさんいます。桜はフランス語ではスリジエと言いますが、最近ではフランスでもサクラという言葉がそのまんま使われることがあったり、花見という名前のイベントが開かれていたりします。ちなみにパリ近郊ではルパークドゥソー総公園というところが桜がたくさんあることで有名なのですが、春になると日本人や日本文化が好きな人、日本人と結婚している人たちが花見をしにたくさんやってきます。今年は3月30日から4月28日まで花見イベントが開催されていて、コンサートや折り紙のワークショップ、日本舞踊などいろいろな催し物があって、提灯なんかが飾られていて、フランスなのにまるで日本のような雰囲気になっていますよ。ものすごく広い公園の中にお城があって、散歩するだけでもとても気持ちがいいですよ。この時期にパリにいらっしゃる方はぜひ訪れてみてくださいね。さて、本日のアラカフェットは2部構成でお届けします。第1部は僕、大輔がお届けするフランス語レッスンです。会話ですぐに使える短く簡単で覚えやすいフランス語の表現をご紹介します。そして第2部は、オンラインフランス語グループレッスンで昨年好評だった綾子先生の超基礎フランス語レッスン再スタートについて、そして4月の耳寄りなキャンペーンについてご紹介します。それでは早速本日のフランス語レッスンを始めましょう。さて、いきなりですが次の文章を見てください。 C'est ton cadeau C'est ton cadeauC'est ton cadeau。 意味はこれは君のプレゼントですです。すっごくシンプルな文章ですよね。でもこの文章実はとってもややこしいんです。皆さんはこの文章だけを見たとき、このプレゼントが君からもらったプレゼントなのか、君が受け取ったプレゼントなのか、どっちだと思いますか？フランス人にも同じ質問をしてみました。するとほぼ全員が君が受け取ったプレゼントだと思うと回答しました。さらに C'est mon cadeau C'est mon cadeau C'est mon cadeau、これは私のプレゼントですについても、僕があげたプレゼントなのか、僕がもらったプレゼントなのかを聞いたところ、こちらもほぼ全員が僕がもらったプレゼントだと思うと回答しました。ここまでの流れでいくと、トンキャド、モンキャドは受け取った人のプレゼントであると考えるフランス人が大半だということが分かりました。じゃあ、ということで次の文章についても質問してみました。Merci pour ton cadeau. Merci pour ton cadeau. Merci pour ton cadeau. 直訳は君のプレゼントについてありがとうですが、この時のトンキャドはどっち？これについては全員が君からもらったプレゼントだと答えました。
C'est ton cadeau は君が受け取ったプレゼントだったのに対して Merci pour ton cadeau は君からもらったプレゼントになるということですよね。さらに同じように C'est ton cadeau が含まれていても、例えば誰かからもらったものを見せながら Tu as vu? C'est ton cadeau? Je l'utilise tous les jours. Tu as vu? C'est ton cadeau? Je l'utilise tous les jours. Tu as vu? C'est ton cadeau? Je l'utilise tous les jours. 見た?これ、君からのプレゼントだけど、毎日使ってるんだよ。この場合は、C'est ton cadeau は、君からもらったプレゼントという意味になっていて、同じ C'est ton cadeau であっても、意味が完全に逆になっています。でも、どうして同じフレーズを使っているのに、持ち主が変わるんでしょうか。これは、cadeauという言葉が持っている性質が影響しています。cadeauは贈り物、プレゼントという意味なので、物のことを言っていることには変わりはないのですが、実は人から人に贈られているという行為が伴っている言葉です。例えば、本そのものはただの物質、本ですが、僕が君にこの本をあげるという行為をすることで、cadeau、プレゼントに変わります。この時、その行為は誰かから誰かにという移動を伴っているため、ton cadeau は文脈によって君が受け取ったプレゼントや君からもらったプレゼントというふうに意味が変わってしまいます。日本語でも君のプレゼントだけだと、確かにどっちかわからないですよね。そもそも日本語の場合は君へのプレゼントと言ったり君からのプレゼントということが多いですよね。君からなのか君へのなのかわからなくなってめんどくさいので、プレゼントなんてしないのが一番手っ取り早いんですけど、まあね、そんなのはとっても悲しいので、勘違いが起こらないようにどうやって言えばいいか確認しておきましょう。C'est le cadeau que tu m'as offert. C'est le cadeau que tu m'as offert. C'est le cadeau que tu m'as offert. これは君が私に送ったプレゼントです。このように誰が誰にあげたプレゼントなのかをはっきり言って、君のや僕のという所有形容詞を使わないようにすると勘違いは起こりません。このくより後ろの主語と間接保護認証代名詞を入れ替えることで、誰から誰へのプレゼントかを言うことができます。これは僕が君にあげたプレゼントです。は?C'est le cadeau que je t'ai offert. C'est le cadeau que je t'ai offert. C'est le cadeau que je t'ai offert. これは彼女が彼にあげたプレゼントです。は? C'est le cadeau qu'elle lui a offert. C'est le cadeau qu'elle lui a offert. C'est le cadeau qu'elle lui a offert. Offrir の代わりに faire するという単語を使って C'est le cadeau que tu m'as fait. C'est le cadeau que je t'ai fait. C'est le cadeau qu'elle lui a fait. ということもできますよ。また、例えばクリスマスのパーティーなどでプレゼント交換をして、これは誰からのプレゼントですか?みたいな流れになって、あ、それ私のプレゼントです!と言いたいとき、C'est mon cadeau! と言ってしまうと、またそこで私がもらったプレゼントなのか、私があげたプレゼントなのか、どっちやねん問題が発生してしまうので、C'est moi qui l'ai fait!
C'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui l'ai fait. それは私がしたプレゼントです。または単純に C'est moi. C'est moi. C'est moi. 私です。というとはっきりさせることができますね。さあ、今日はすごく単純な文章だけど、よくどっちやねん問題が起こってしまう C'est ton cadeau についてご紹介しました。今回は僕の身近にいる人たちに聞いてみた結果なのですが、もしかすると住んでいる地域や年齢によって C'est ton cadeauの受け止め方が違うかもしれません。もし身近にフランス人がいたら、君がもらったプレゼントなのか、君からもらったプレゼントなのか、どっちだと思うか聞いてみてくださいね。いかがでしたか？今回のように知っておくと役に立つフランス語の一言は、アンサンブルで配信しているメールマガジン、無料メールレッスンでたくさん紹介されています。ご興味がある方は、ぜひアンサンブル・アン・フランセのホームページから無料メールレッスンにご登録ください。それではまた。アビアントアラカフェットは、日本最大のオンラインフランス語学校、アンサンブル・アン・フランセがお送りしています。続きまして、番組の第2部は、アンサンブルスタッフのよしこがお届けします。今回は、アンサンブルが運営しているオンラインフランス語グループレッスンより、4月からスタートした新しいクラスをご紹介いたします。その名も、超基礎フランス語レッスン。担当講師は、アンサンブルのベテラン講師、あやこ先生。実は、あやこ先生による入門初級向けのグループレッスンは、昨年の9月から3ヶ月限定で開講されたのですが、再開を望む声をたくさんいただきましたので、この4月から再びあやこ先生に3ヶ月の集中講座をご担当いただくことになりました。開講期間は4月1日月曜から6月28日金曜まで、時間は日本時間の朝9時から50分。しかも月火木金週4日も開講されるため、集中してフランス語の基礎を学びたい方におすすめのレッスンです。あやこ先生はアンサンブルで10年以上入門初級の生徒様を中心に、フランス語の基礎文法やすぐに使える便利な会話表現を教えていらっしゃいますので、日本人学習者の視点から一見難解な文法の仕組みを日本語でわかりやすく説明されます。4月1日から6月28日まで、今回も3ヶ月限定で開講されますので、フランス語学習を始めたいけれど今まできっかけがなかったという方、独学で始めてみたけれど、やっぱりわからないことが多いなぁ、という方、ぜひこの機会に集中的に受けてみてはいかがでしょうか。最後までお聞きいただき、誠にありがとうございます。フランス語グループレッスンから耳寄りなキャンペーンのお知らせです。4月中にご入会された方、グループレッスン受講を再開された方を対象に、3月に開講された全73レッスンのアーカイブビデオにアクセスできるプレゼントキャンペーンを行っています。中級以上の方にも役立つレッスンがたくさん含まれておりますので、フランス語学習を中断されていた方も、この機会に再開されてみてはいかがでしょうか。オンラインフランス語グループレッスンにてお待ちしております。さて、本日のアラカフェットは
いかがでしたでしょうか。この番組は毎週金曜日をめどにお届けしています。確実にお届けするための方法として iTunes やポッドキャストのアプリの購読ボタンを押せば自動的に配信されますので、ぜひ購読するのボタンを押してください。また番組では皆様からのご感想やフランス語学習に関するご質問をお待ちしております。アンサンブルアンフランセで検索していただき、お問い合わせからお送りください。番組内でご紹介させていただきます。そしてこの放送を聞いてくださったあなたに素敵なプレゼントがあります。アンサンブルアンフランセお問い合わせ宛てに、お名前アラカフェットを聞きましたと明記して送ってください。フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座をプレゼントします。たくさんのご応募をお待ちしております。それでは次回の配信でお会いしましょう。素敵な週末をお過ごしください。